つ目の覚醒はうまくいったようだね。はい、残るアニマの器も滞りなく。アニマの器、この宇宙を散逸から防ぐため、太古聖女によって分かたれた神の半身。このまま宇宙のフェイルセーフを発動させるわけにはいかない。神の半身は我々の手で制御しなくてはならないんだ。心得ております。すべてを始まりの時へ。